独身ナウ浅川図です。え、死刑事です。えー、今年のね、夏は、あの、ま、帰省を自粛っていうことで、えー、ふるさと納税を利用した墓参り代行サービスっていうのが人気らしいんですよ。 うーん、突っ込みどころ満載やな、そこ。ふるさと納税とお墓参りってどういうことどう繋がってんのそれ。だから結局その自分のそのふるさとに納税をした返礼っていうことだよね。でもさ、やっぱ自分のその先祖、ご先祖様でしょお墓参りなんて。やっぱ自分がさ、手を合わせてっていうことが意味があるでしょう。<laughs> いや、だから、それがコロナでダメだっつってんじゃん。いやいやそのいやいやいや、そ,それを言って、 おしみえよ 江戸 <laughs> <laughs> っ子だ江戸っ子。そら分んだけど。<laughs> いやー、そんなもん代行せずに。うん、自分ちの神棚とかさ。あ<ー>仏壇にさ、親戚とか集まるのか、家族が集まってるのか知らんけど。うん、別にお参りしちゃあいいんじゃねえの?別に。いやこれはだからさ、その、実際にお参り同行じゃなくて、その、墓の手入れとか、そういうことじゃねえかな。花、枯れてたら、その、入れ替えたりとか、水かけたり、まあ、掃除とかさ、そういうことじゃねえの?。いや、まあ そうだけど、それも自分でやれって話だって。自分のご先祖さんにさ、代行するっていう考えが俺嫌い俺、まず。え、別にいいよ、ウーバーイーツとかさ。<laughs> <laughs> じゃあ、ウーバーでやればいいんだ、これ。墓参り代行サービスをウーバーでやればいいんだ。いや、え、うん <laughs> じゃあ、じゃあ、ウーバーで、じゃあ、お墓を運んでこいこっちに。<laughs> いや、運ぶんじゃなくて、墓の近くに住んでるやつにアプリで頼んで、ウーバーみたく、で、その一番、ね、安いやつっていうか、評価の高いやつに頼んで、じゃあ、うちの墓を、墓参りお願いしますと。その何基準、んやねんその、やっぱあるだろうなるよ。星が5つついてるとか。星ないつくつか作ると思うけど。墓参りが上手いやついるかもよ。墓参りが上手いって表現大っ嫌 <laughs> い、俺。何よ、墓参りが上手いって初めて聞いたわ、お前。<laughs> いや、うまい下手じゃねえんだって。<laughs> そんなものは下手でも何でもいいけど。墓に水をかける具合とか、その花のチョイスとかのセンスをな。いや、なんかお前ムカついて死ねえ、お前も。<laughs> お前が、<laughs> お前死お前死ねえもなんか、そういうもんじゃねえんだって。俺は前から言ってんじゃん。だから、初めから墓参り行かねえから、墓参り代行サービスもいらねえんだよ、俺の場合は。だったら、お前この、話題を取り上げんな。<laughs> <laughs> いやいや、ほら、すごく俺は理にかなってるなと思ったから、このふるさと納税と合わせてっていう意味でね。歩歩 <laughs> も譲れんなこれ。譲れんのかい譲れんな <laughs> だって、お任せるって、だって、自分の先祖に,に手合わせに行くってさ。じゃあ、林くんは、もう、強引にコロナの中でも、お墓行くんだ。いや、もし、本当に、なんだろうな心が病んでたりとかさ、いろんな、最近そういう不幸が、ねえ重なったりとかしてる、なんか最近いいことねえなっていう思ったりとかさ、うん、ちょっとその、最近帰省もしてないし、ちょっとお墓 マリーも行ってねえなって、思ったんだったら、やっぱりさ、俺コロナとか、まあ。あれだって、コロナってあれだからな、お前、これ悪魔の実習とか言ってるけど。go to ト,トラベルな。トラベルだから、別に行っていいわけであってさ。やっぱり生身で、行くべきでしょう。えっと、じゃ、go to 墓だ、お前の場合は、go to ヘルダー、お前の場合は。いや、ヘルって言って、地獄だよ。 え、お前んちの家計は地獄行きなんじゃねえのあのー、まあ、8割ぐらいね。<laughs> <laughs> 8割型は変だけど。じゃあさ、お前ほらよくおじいちゃんの墓参り行ってるっつうじゃん。ああヘブン、ヘブン、あの,あのお、おじいちゃんヘブンのマあ,あ、まぁ、あ、おじいちゃんヘブンでいいけど、コロナにかかる確率が高いって。 っていう状況が分かってても行くまず言わせてもらうけど、お墓参りで、コロナになるぐらい密集することってあんのお墓参りで並んでる行列とか見たことないえよ。えぇ、だって墓は密集してんじゃん。<laughs> いいえ、密集してるけど、だったら日にちょっとずらしたりとかさ。え、お前ひょっとしてさ、霊を入れてないのその密の中に。<laughs> <っ> <laughs> 墓があんだあるってことは、霊 <laughs> が密になってんだよ。 ちちち、あ、お前も、例なんか見つねえばか。あほか、お前。なんだよ、お前。お前は生きてる人間の数だけで、その日にちがずれてればって言ってるけど、例に日にちがずれてるとかないからね。えね、その、骨とだまとかそういう、何、死んだ人たちにもうコロナに感染するとか。そらそうだろう。弱いんだから、彼ら。え、弱いでし死んどるやんけ、もう。<laughs> 何,何を言ったんだ、お前は。いや、いやいやじゃ、<あ>いやいや、あ,あ、あ、じゃねえよ。 黄金バットね、久しぶりに出ましたけれど。<laughs> 黄金バット好きだな <laughs>、まあ、まあまあまあ、ね、ちょっと。ええー、でもさ、まあ行く過程でだよ。例えばバスに乗るとか、タクシーに乗るとか、まあウーバーに乗ってもいいけれど。いやウーバーに乗るってどういうことやウーバーに乗らんら感染リスクはちょっとは高くなるわけゃじ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 ゃお墓参、ま、いや、だから俺は違うのこれは、俺、これ今回お盆っていう、まあまあお盆シーズンだからっていうことで、あえてこのテーマ取り上げたけど、はいはいはい 俺別にね、お盆だから、うん、みんな揃って墓参り行くっていうことが、俺、ナンセンスなの。林くんはだから別に、こういう密にならない時に行ってるわけだよね。そうだよ、そうだよ。俺はそうだよ。お盆だから行くとかさ、嫌なんで、ああいう行事と嫌なんだよ。林くんはもともとじゃあ、お盆にみんなで行くような風潮が嫌いなんだ。ああ、そういう、これは関係ないと思う。だって、まだお盆までまだ先だからなお墓参り向けへんしなって、ちょっと違くねそれ。<laughs> ちょっと違うな <laughs> だろう だんだ、だこうな、ちょっとお墓参りさえしばらく行ってないから、ちょっとお,おじいちゃんとかおばあちゃん、ちょっと周参りに行こうかなって、そういうもんじゃねえの、お墓参りって。いいこと言った。だろう。今のところリバーブかけといてやるよ。お前、最近リバーブかけすぎや。<laughs> <laughs> お前、お前大した名言でもねえのに、リバーブかけんな、お前。<laughs> キュウリとか、あの、ナスのやつは作ったりすんのいや、しねえって言ったから。え、あれはやんないんだ。 そっちはどうなのまあ、うちでやってるの見たことないけど、うん、でもま、やるよね、ね一般的には。<laughs> いや、やらねえってだから。やらんって。マジで いや、マジでって、おまめやったことねえだろうだって。いや、あれ、どっかの地域だと思うよ。沖縄とかだとゴーヤ使うみたいなことうーん、まあ、そういう飛躍もありか。<laughs> トークの。<laughs> まあ、名古屋やったら、キシメン使うとか、ウイローかな。ウイロー。いいね、<laughs> いいね,ね。いや、まあ、みんなが刺しやすいが。っ <laughs> しっくり来ることね、しっくりと。コメダのなんか、あれだろモーニングみたいなのを添えてだろさ3日後ぐらいにさお供え もうそろそろ食うかみたいな。ベトコンラーメンとか。もういいわ、な、この話は。<laughs> もう墓にベトコンラーメンかけちゃえばいいじゃん、上から。ザバー <laughs> お前はさ <laughs> 別にベトコンラーメンじゃなくていいよ。あれでいいや、ごつもりで。ごつもり出たやつは。ご、ごつもりかけて、お前はほんと立た,たられろよな。浅川ず、自分の先祖のお墓にごつもりかけてみたっていう動画。あげやいいやん。お前とお前の親戚全部立た,たられろ。<laughs> ね、もう、立ってるからもう、これ以上勘弁してくれ。<laughs> <う>勘弁してくれ。もう、もう、立たっとかだろ、もうあ。で、その、ハイス君自体はこの 夏は行くの結局、墓参りは。いや、俺夏行くってか、俺は絶対。 あ、俺お盆行かないよ。あのね、なんで行かないかっていうと、俺いつも毎月行っとるじゃん。ああ、はい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 。で、お盆行くとさ、もしかしたらさ、ばったり会うかもしんないじゃん。親戚と。めっちゃ気まずくないそれ。俺は、あの、一応林家、早いしおふくろ兄貴を代表して俺が多分行ってると思うんだけど。えっと、おふくろと兄貴はじゃあ行ってないってこと行ってない行ってない。行,い行けよ。お前が言うな。<laughs> <laughs> お前が行けよ、まず。<laughs> <laughs> 確かにな。お前、お前、めちゃくちゃやな、お前。うん うん、で、何もう、これ、もう終わりか、これで。いやいや,いや、まだ5分ぐらい。いや、もういい。いや、もういいだろ。いや <laughs> いやいや。でだ、わかったわかった。<や>ちょっとじゃあ、あのね、このニュースの続きとして、うん、もう、サクッとはねこの、墓参り代行サービスの、ま、相場が1万から5万円なんだって。うーんー、じゃじゃそういうお金とかじゃないんだよ。だからもう、言っとるから、最初、から。<laughs> 額に応じてサービス内容が、と額に応じてサービス内容が変わります <laughs> お墓参りって。どういうことやねん。<laughs> <laughs> もう不謹慎だな、この、なんだか。ウーバー墓参りだろ、これ結局は。金額に応じて墓参りの内容や回数が変わる6種類の代行コースを用意していると。いや、まあそれも葬式とかもそうだけど、ぶっちゃけね。そうだろう結局金だろういや、結局そうだよ。自国のサタも金次第って言うでしょうーん、ちょっと使い方違うけど、今と。<laughs> <laughs> ちょっとね、これはやっぱりおかしいって。全くそのゆかりのない人だったら確かにちょっと ちょっとは、まあ、違和感感じるわな。だから、これで、安心したとか、スッキリしたって言ってるやつの気が知れんわ、俺は。これかな、大学生のバイトとかだったら、なんかちょっと違うだろうと思うよな。もうどうせ一服しとるよ、これ。<laughs> 墓にさ、肘をかけながらさ、タバコ吸っとるこいて。うわダリーとか言って。そこはちゃんとだから、墓参りしてるっていう証拠の映像とか、写真を、まあ、送るんだろうな。なんだったら、ツイキャスとか TikTok で送ってもらってもいいしな。墓の前で。TikTok やばいから今。<laughs> <laughs> そういうことじゃなくって、やっぱ本人が行くべきであって、そんなもん、大行で行ったら何するか分からんんだよ、お前。大行に来ました、イエーイっつって、TikTok のあの音楽流して、あの、早送りみたいなダンスを墓の前でやってるやつを、返礼で送るっていうな。お前、お前みちで罰当たって死んじまえ。<laughs> マジで。お前、そう、あかお前。お前、そいつおるかもしれんね、マジで、そんなさいや、マジで<だ>マジでいるよ。そういうの。時給超えいいじゃん。マジで。 墓参り行ったふりしちゃいいんだろうみたいな <laughs> 林くんのじゃ結論としてはこの代行サービスはなしと。じゃあ、もうこれ最悪、俺ね、100歩譲るわ。お、ついに譲る時は来た。いや、譲る時は来た。うん。時は来た。あのな親戚ならまだいいわ。<laughs> 親戚までならいいわ。なるほど。あのー、身内で親戚とかだったらいいわ。友達はダメなのいや、ダメだね。いや、友達でも、そのなんだろう、ちっちゃい頃お世話になったその、 そのおばあちゃんとかおじいちゃんに、その世話してもらった友達、友達のおばあちゃんとかだったらわかるよ、ね。はい,はいはいはい。何もない人がお金もらって、いい行ってきますっていうのはやめた方がいいとは。ノブさんに1万円ぐらい渡して、ちょっと俺の代わりに行ってくれよってのはダメなんだいや絶対嫌だね、俺。俺ね、もらっても嫌だね、お金。<laughs> <laughs> 俺が行きたいから1万円やるから行かして,って。いや、あいつ、俺、俺、10万円もらっても嫌だね、俺。俺が行くって言っても。<laughs> もう何しねかすわからんね、あいつ。もうお酒飲んでぐでんぐでになってそうだからな。<laughs> も,うもう円ン蹴りとかしてそうだもん。<laughs> かっていい。や、マジでやめてほしいわ。なるほどね。だか俺は他前の代行には賛成しませんと。まあ、その時期とか関係なく行きたい時に行っとけよと。そうそうそう、それは行きたい時に行くし、俺みたいにでも一貫していかないっていうのもある意味だからな。筋が通ってるよな。 だったら行かんでほしいわ、逆に。だろう <laughs> うん。いだろうじゃねえよ。<laughs> いやいやいいじゃじゃじゃお前別に、ちょちょちょい待、ま、お前褒めとるってか、<kho at> なんでだろうじゃねえよ、バカ野郎。お前全員じゃないから。お前は行かないっていう、まあこれはああ、悪行だから、それは。いやいや、でも普段、その墓参り行かないなんてひどいとかって言ってるやつが墓参り代行してたら、俺からすると、いや、お前ブレブレだなって思うよ。<の手>ああそれはブレとると思う。うん。だから、それやったらもう行かんで、別に代行専門は、だろう一緒だと思う。うん。 俺がもし死んだ俺,、まあ、俺の頭の上に輪っかがあって、うん、白い服着て浮いとる状態だとしましょう、俺が。で、墓参前で大工が来とるなと思ったら、うん、なんでお前本に来んねんって思うわな。<laughs> 心が狭いな、お前は。いや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 心は狭いうん。死んでんのに。え死んでんのにまだそういう細かいことにこだわるんだ、お前の場合は。いや、もう俺もそれだから、だから言っとるじゃん。俺とかお前って、もう水とか川とか海とかに流してくれとかさ、やめることてくれとか。あ、俺はね。うん、俺もそうだだから、だからお墓っていうものを作ってほしくないな、俺は。高生の人に面倒をかけさせたくないからね。でも今あって、 でお墓があっって、まあ、昔世話になったとかさ、ええ、でも、世話になってるっていう意味は、ノブさんもそうなわけじゃん。いや、もう、ノブはいいよ。関係ねえだろ、ここ、お前。いや、だから、代行にえなんでノブを代行にさせ,させなあかんねん。<laughs> <laughs> いや、もう <laughs>。 墓の前で段階ジュニアのハウでやってほしいわ。もういいやろもうそろそろ。<laughs> もう尺いいだろもう尺は。<laughs> 尺はいいわ。じゃあもういいわ。はい、はい。終わろう終わろう。っていう感じでね。はいはい、このまあ、ね、今コロナでね、なかなかふるさとに帰れないっていうことで墓参りの代行サービスが人気というお話でございました。朝川図です。えー、最近ね、家飲み動画というのを、えー、サブチャンネルでやり始めました。えー、川図、家飲みで検索していただくか。 説明欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方からチャンネル登録よろしくお願いいたします。林刑事です。段階人営ナウっていうチャンネルもやってますんで、ぜひ検索してみてください。よろしくよろしければチャンネル登録お願いします。